59選手が参加した、プロ野球12球団合同トライアウト、が15日、鎌ヶ谷スタジアムで行われた。注目を集めたのは2安打を放ち、阪神で新人王にも輝いた高山俊外野手。解説者として現地で各選手のプレーを見届けた元ヤクルトの坂口智隆氏は、まだまだ一軍で活躍できる選手。足が動いていたところは一番、評価できる部分、と絶賛した。トライアウトから合格し契約を勝ち取るのは狭き門になるが、攻撃的な布陣で行きたい球団は欲しがるのではないでしょうか。高山選手は代打で行ってもそのまま守備につける。長く試合に出られる選手だと思います。あとはどれだけ補強ポイントにマッチするか。そこは選手が決められることではないですが、来年も一軍でプレーする姿は見たいですね、と評価した。でも、中日が山本や板山の獲得調査の話があったけど、手を挙げなかったってのは一つの評価の表れだと思うぜ。高山のような名前が知れた選手がトライアウトに参加するということは、どこからも声がかかってないだろ。高山って何があかんようになったんや？大卒1年目で来ていたって2割8分近く打った選手なんて、歴代でも数えるほどしかおらんのに。何が悪いってボール球振るのバレてゾーン内で、勝負されなくなったの有名やんけ。高山は有利軟骨で終わった。多分関係はないんだろうけど、どうしても金元が潰してしまったように見えてしまうな。結果論やから攻める気はないけど、多分壊したよな。このままだと通用しなくなる、ってのは多分合ってたけど、成長方向を指定しすぎた。1年目が金元じゃなくクソボール振るなと言いまくる岡田だったら、どうなってたんだろうなとは思う。守備ならそこそこ守れる程度には上達したぞ。だから練習はしっかり積んでるはず、でも肝心の打撃がくるくるスカスカで。メカニックさえ戻れば、って言われてた放出されて、メカニック戻る例の方が少ない印象。高山を活躍させてあげられる球団があるならぜひ取ってやってほしい。本人はこのままじゃ終われんやろ。